い、どうもこんにちは。49ers のあずっぺです。今日はですね、スタッフのリアル私服コーディネートを紹介していこうと思います。秋もちょっと深まってきたので、そういう時期の着こなしに参考にしていただけるのかなと思います。はい、今日はですね、この66、細身の66を履きたかったので、それに合わせて上のトップスはちょっと大きめの寝るシャツというかね、こういうちょっと冬っぽい素材の大きめのシャツにしてみました。昨日パンツ裾上げまたしたんですけど、あえてこれ細めなので短めにしてます。そこがポイントです。はい、今日のスタイルは、このチョコチップカモのベーカーパンツに、この時期ねちょうどいい、ナイロンシェルのカバーオールです。このねメリハリ効かせて、裾丈も、ちょっとねちょうどぐらいの丈で長めじゃなく合わせてます。はいはい、ひろしです。僕のコーディネートはちょっと今日はねミリタリー色強めに行きたかったんで、古着のコペン、絵が描かれたジャケット、ミリタリージャケットに、下はチノではないんですがベージュ系のパンツです。で、中だけちょっと異素材のねメッシュを合わせて今の季節の着方っていうのをしてます。以上です。はい、じゃあ今度はですね、今お店にあるアイテムでおすすめのやつをみんな着てみます。まず私はさっきの66、細身のパンツに合わせてちょっとオーバーめのちょっとナイロン系のトップスですね。スウェットとはまたちょっと違うんですけど、なんかふわっとしたフォルムがすごい可愛いので、こういう風にちょっと腕まくりとかして女性特有の着こなしをしてみてください。はい、今日店頭のねおすすめカラーは、今季推しているモノトーン、カラーです。こういったね、ボーダーの、モノトーンのカバーオールと、足元はね締まってブラックで、締めています。で、この太さとこのストーンとしたパンツのシルエットとこのトップスの、ね、ラインが特徴で、足元はこういう、癖のある、旅スニーカーで、をおすすめします。はい、僕のおすすめはですね、今まあこう人気の高いカバーオールとミリタリー系のパンツですね。ただ、パンツはちょっと異素材と、チェック柄っていう、変わったもので、カバーオールのですね後ろにプリントが入ったりとシンプルなんですけど、今の流行からちょっとアレンジした、スタイルです。はい、今日のスタッフのリアル私服はどうでしたでしょうか。私たちもやっぱり気分だったりとか、流行りだったりとか気温でちょっといろいろ服を変えてるんですけれども、これから本当にレイヤーなども楽しくなってくる季節なので、皆さんもいろいろ楽しんでみてくださいね。それでは今日もありがとうございました。